じゃあ斉藤さん、はい、はい、やってまいりました。何がやってまいりました。いやいや、巨人、ね、どこですか、はい、ジャイアンツです。まあ、マーク見たら分かる、はい、ね、やってきましたね、後輩の阿部慎之助、はい、ね、監督、新監督、うん、まあ、どういう雰囲気で、うん、どういうことをやってるかなと思ったら、まずやっぱ表情が非常にいい表情をしてたという、うん、だからまあこれはある程度の手応え、はい、まあ、そういうのを感じてるのかなという。で、阿部監督に聞いたらどんな野球になりますかって聞いたら、とりあえずはオーソドックスな野球になると思いますよというようなことを教えてくれたんだけどもね、やっぱり岡田監督のことも意識されてて、そこの牙城、壁を越えていかなきゃいけないという、まあいろいろなことを、まあ、キャッチャーらしく考えてるかなっていうような、まあこれは全部言ってくれないけどもね、そらそうですね、言ってくれないけども、はい、なんかそういうことはすごく感じて、まあ知的さが出てきたなっていうようなね、そんな感じがしましたよ。さあ、ということで今日キャンプ、はい、入ってから、まずはブルペンに、ああブルペンね、はい、井戸さん行かれましたけども、まあ新戦力の泉とか、はい、昨年10勝した山崎とかね、はい、まあ投げてたけども、まあボールに力あるし、うん、まあまあ微調整の部分はあるにしても、まあこの段階であのぐらい投げれれば、まあ非常にいいなっていう、うん、それは両方とも良かったですか。まあ両方とも良かったし、まあ泉を先発で使うのか中継ぎでっていうのか、まあ、中継ぎって言ってたけども、佐々木和弘という後輩がいて、大魔神、まあ、ちょっと大魔神がいて話を聞いたら、いや意外と先発でいけるかもねっていうような話を教えてくれてね、期待感がある、まあ、それとそのずっと受けてきた大城、大城選手にもちょっと話聞いたら、またぎ、うん、左の、はい、日本生命とか、はい、なかなかやっぱりいいですよと今年はっていうような、はい、やっぱ手応えをすごく感じてたようなね、うん、まあ、大体7、8、9になると大城が渋い顔してる、うん、でもそれなくなるねって言ったらすごく笑顔で、あ多分今年は高橋亮とかもいいですしっていうような、すごく手応えを感じたようなコメントをもらった、うん、だからすごく順調に来てるのかなっていうふうに思って、まあ、昨年補強を中継ぎでいっぱいしてっていうのが、はい、うまくこう今のところ来てるっていう、まあそうだね、特徴的にはボールに力のあるピッチャーを取ったり、はい、まあ、変則であったりだとか非常にバラエティに富んだ中継ぎ陣になるんで、はい、相手も捉えにくいかなっていうような、そんな構成になってくるかなっていうような感じがするよね。豊さん、山崎伊織投手の、はい、シュートが非常にいいねっていう評価をされてますね。シュートはね、ヒュッと曲がるのかなと思ったら、なんかちょっと違うんだよな、回転が。ちょっと詳しく聞きたいんですけど、詳しく言えないんだよ、なかなかいや、それは、はい、なんかチェンジアップにも似てるような、一瞬浮くような感じがしながら、そのくせパッと力があるんだよね、ホーム上で力があるという。だから一瞬遅いのかなと思って、バッターの意識としたら溜めなきゃいけないんだけども、溜めてたらもう間に合わないんだよ。だからやっぱ特殊ボールだなと思った。だからやっぱ後ろで見るのと全然違うね。へ、だからこれバッター打つのっていうのは大変だなっていうふうに思ったね。まあ、豊さんがもしバッターだったらちょっと警戒しなきゃいけないなっていう。俺は左だったから、だからまだいいかもわかんない、右は大変だと思うよ、あのシュートを打つっていうのは。左はなんとか逃げれるかもわからないけども、やっぱ10勝するピッチャーって何かやっぱ持ってるな。そういうことですよね。よくわかった今日。はい、はいはい、そこからこうグラウンドに戻ってきまして、はい、まあ、フリーバッティング、うん、で坂本選手、それから長野さん、まあ、坂本選手はもう順調そのものだね。うん、まあ、表情も良かったし、はい、やっぱ体のキレもいいし、うん、でまあ、今年からサードということでね、うん、まあ、取り組んでるけども、やっぱこうショートとサード比べたらもうかなり楽だって言ってた、うん、やっぱ一つボール取るにしても守備範囲が違うから、だからその分やっぱ体も楽だし、体もよく動いてるし、やっぱバットも振れるというね、まあいいことづくめじゃないかなっていうような感じがするよね。まあ、それと阿部監督が言ってたけども、やっぱりこうリーダーシップを取ってやってくれてると、うん、でやっぱりダメなところはダメだっていうような、うん、やっぱり坂本さん隼人しか言えないと思うんだよね、うん、でもそこら辺はしっかりね、ピッチャーなり野手なり声をかけてくれるんで、まあ、よくやってくれてますと、うん、っていうような言葉をもらったり。やっぱり坂本選手のチームなんですかね、ジャイアンツ。いや、まあそりゃそうだよね、うん、はい、まあ、そりゃそうだよ、うん、まあ、なるほど。あとそこですね、その時に打ってた小堂は新戦力、ちょっとね、まだ状態的にはそんなには良くないかなっていうような感じがしたよね、うん、ただやっぱり実績を見ると170本ぐらい打ってるわけでしょ、メジャーで、はい、
だからそれはあの体の小ささで打ってるっていうことはやっぱりコンパクトはうまいのかなっていうような、まあ、そんな感じも、まだまだこう日本に慣れる方が先だしね、うん、だからそういう意味ではもう少し時間がかかるかもわからないけども、これはやっぱり使ってみなきゃわからないということだよね。豊さんがこう後ろから見られて、いろんな方も外国人選手、今年もね、いろんなスケート外国人見てきましたけども、はい、その中でこう見た中で、なんかいや欠点があるなと思ったのか。いやいや、欠点というよりも仕上がり具合が遅いというだけで、そんなに欠点って特に、うん、まあ、これはやっぱり試合を見てみないと欠点というのは分かってこない、うん、はい、なるほど、そういったあたりが。じゃあそこからこう、ルーキーたちも今日豊さんに挨拶をしたい。いや、岡本だよ、岡本選手ね、岡本選手はやっぱこう、はい、4番だな、雰囲気がある。それとやっぱりしっかりした自分の考え方というか、バッティングに取り組んでるというか、だからいろいろドライブラインだとかいろんなこう参考にすることがあっても、やっぱり自分の意思が強いね。ほう、うん、だからこういろいろ理解はしてる、聞く耳は非常に持ってる人で、やっぱそれに惑わされない、自分の中に取り込むのは自分が信じたものだけだという、やっぱ強さを感じた。だからやっぱり、ああ4番として育ってんなっていうふうに思ったよね。そのあたりは直接お話も、まあ、したし、で丸選手にもいろいろ聞いたし、バッティング、はい、やっぱねピッチャーの成長に追いついていくのがやっぱバッターたちは大変だって言ってたよ、うん、だから、まあ、日々努力、日々研究を重ねないとダメだということは非常にこう伝わってきたというか、うん、教えてくれたというかね、うん、でまあ長野も話を聞いて、外野手のスペシャリストとして、まあ、センターが今決まってないと、誰がうまいかとか、いろいろ聞いたけども、いや、でも全体的に外野手を見たときに、やっぱ丸が一番うまいですよと、うん、だからレフトに、でもセンターを決めないと、やっぱこれ困りますよねっていう話は教えてくれたけどもね、うん、なるほど、やっぱね、専門的に一緒にボールを受けてたりとかすると、やっぱ長野なんか冷静にやっぱこう見てるね。ね、だから本当にいいベテランというか、いい兄貴がいるなっていうような感じがする、ね、はいはいはい、ちょっとごめんなさい、話が前後しましたけど、はい、豊さんにね、ご挨拶をしたいというルーキーたち、なんかね、褒めるといいことがあるね、ね、見てくださってるんですね、まあ、見てくれてるんだね、ね、まあ、伊豆口、はい、見たけど、まあ、門脇と、はい、勝負になってくると思うんだけどもね、だけど、門脇はやっぱこう、一歩リードしてるね、うん、バッティングにしても、守備にしても。だけどまあ、例えばチャンスをもらえた時にいかにいい準備をしとくかだよね、だからここにかかってると思う。ただね、やっぱこうバッティングとか見てもまあ非凡なものはある、はい、ただフリーバッティングでもちょっとタイミングがまちまちなところがある、まあ、そこら辺がきっちりきっちり合ってくると振り切れるし、いい打球が飛んでいくんじゃないかなっていうような感じがするよね、うん、まだちょっとムラがあるかなという、ただやっぱこう名門をこうずっと出てるだけに、やっぱ自信というか、やっぱそういうものを感じたし、話をしてても感じたし、その自信というのはすごく悪いことではないからね、うん、よかったと思うね、うん、はい、あともう一人、昨日動画にもしました、はい、佐々木選手ですね、このキャンプですごい評価も上がってきてる、はい、佐々木選手、実際生で見られてどういう印象も、いや、やっぱりいいよね、うん、まあ、バッティングという面に関してはまだね、改良というかさ、まあ、そういうことをしていかなきゃいけないけども、やっぱこう投げてるボールの強さだとか、やっぱ肩が強いし、だからそういう意味ではすごく戦力になる、それだけで戦力になる、まあ、そういう選手だよね。あと文句言っといたのは、インタビューに対して謙虚すぎるとやっぱ人って言葉に責任持つから、はい、やっぱもう少し風呂敷を広げてもいいと、それでその言葉を責任を取っていけと、やっぱそのぐらいの意識がないといい人では困るっていうことを、余計なことだけど言いました、すみませんいやだけど俺はそう思うんだよ、風呂敷広げてもね、いやもう開幕のスタメンできるだけ取れるように頑張りますぐらいのさ、やっぱそのぐらいの勢いが、人がいいんだよ、もう本当に性格も良くて可愛くてさ、だからもう少し、まあ、亀井講師も言ってたけど、もう少し言っても大丈夫だぞって、確かにね、だからすごく謙虚さはすごくいいことだけども、
だけど今はね、まあ、勝負の世界だし風呂敷広げてもいいかなっていうような感じがするよね、うん、さあどうですか今日一日キャンプ。そうだね、やっぱり内野は固定かなっていうような感じがするんだよね、うん、でこれを動かせるっていうのはなかなか厳しくて、それはもう出口がどれだけ頑張るか門脇に迫るかっていう競争も見てみたいし、あとはやっぱこう丸がいてね、小戸川がいて、あとセンターなんだよ、うん、でやっぱこう感じたのは左バッターがやっぱ多いと、うん、その中で萩尾とお声、うん、お声がいいわ、お、お声が変わった、バッティングのその腕の使い方が変わった、はあ、これは期待できると思う、はあ、でお声とかなんとかってちょうど新聞で見てたけども、いや大丈夫なのかなとか思ったんだけども、変わってる、バッティングが良くなってる、はい、これはびっくりした。具体的にどの辺がどう、いやいやもう腕の使い方が全然変わってる、やっぱインサイドが出るようになってるし、なってきたんですか、はい、柔らかくなってるし、だから本当にあの本人とも話したけども、すごく手応えを感じてるはずだよ。で萩尾も、はい、まあ、話したら昨年もなんか顔一日中突っ張ってるような顔してたけど、緊張とかで、はい、いやだけどその今年はね少し余裕も出て、だけど打線的にはやっぱ阿部監督の頭の中では右が欲しいなとは思ってるはずなんだよ、はい、例えばお声と萩尾の勝負なのか、それとも佐々木を持ってくるのか、これはやっぱこう楽しみだな。だから外国人が右だとしたら、まあ、左でもいいんだけど、やっぱ小戸川が左だけに、なんていうの、センター右、打線を考えた時には右が欲しいんじゃないかなっていうような気がする。だそのあたりがここからオープン戦が始まっていきますけども、こう、まあ、首脳陣の悩みどころというか、そうだね、まあ、どの選手が勝っていくのかっていうのが楽しみになってますね。まあ、そうだね、はい、いやだから打順の組み方もこれはやっぱこう面白いと思う。誰をカズマの後ろを出すのかとか、はい、ね、まあ、これは動画でも撮ってるけども、でもやっぱこう違うことも考えてるっていうこともすごく話の中にあったし、監督の中にね、はい、だからこれはやっぱ楽しみだね。でも確実に昨年よりはなんかレベルアップしてるかなっていう、いい感じで戦ってるっていうような、いい感じのチームになってきてるかなっていうような感じがするね。まあ、今日ジャイアンツの、ね、スタッフさんもすごいね、もうありがたくね、本当によくしてくれてさ、ね、ここも、ね、まあ、監督が後輩だとありがたいなっていうような気がするから、ね、まあ、長期政権でよろしくお願いしますよ、本当にね、はいはい、まあ、明日も、阪神プロオープン戦ありますけど、そうだね、はい、まあ、ちょっと腹の探り合いになるかなっていうような感じがするけども、はい、まあ、楽しみにしたいと思います。はい、はい。